はいめちゃくちゃいいと思うんですけど、結局こうなっちゃうんですよ。なっちゃう。はい、今でどこにいるかっていうとね、タイのパタヤにいます。パタヤのパタヤヒル、あ、パタヤ7回来たんですけど、初めてね、パタヤヒルに行きます。景色がめっちゃ綺麗です。で、丘になってるんで、丘から見るこの景色がたまらないです。パタヤの、そのウォーキングストリートからセントラルパタヤ、ノースパタヤの方まで見ることができてね、まあ、ぜひここは、まあ、ツアーで来る人は多分もしかしたらパタヤヒルってね、来ることはあると思うんですけどね、まあ、個人で来る場合ってなかなかここまで来ることないと思うんですけど、まあ、スクーター借りたりとか、もしくはタクシーとかね。だから、あの辺りがちょうどセントラルパタヤの辺りです。で、そこのところが、まあ、ホテルがいっぱいあるんで、あの辺り泊まる人が多いと思うんですけどね、まあ、ジョム店なんかもあるんで、ジョム店の方が綺麗とは言われてますけど、まあ、こっからの景色もなかなかね、素晴らしいかなって感じはします。で、向こうがパタヤベイということで、まあ、そっち側の景色もね、そっち側の景色まだ楽しめるんですけどね、うん、だからここもパタヤの観光名所の一つです。広がってる先はもうナグラなんで、ナグラのコンドミニアム街です。僕らは別にね、何とも思わなくて、女の人見た時にどうかなと思っただけなんで、大丈夫。いや、いい写真撮ってんなと思いましたよ。アングルもいいし、多分ね、あの男だけって